はい、どうもどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。甘栗一瞬ですというわけでね、今日も早速動画やっていくんですけども、えー、甘栗一瞬ね、久しぶりに爆買いしてしまいました。なんつってね、甘栗一瞬ケチだからね、そんなまともに買うわけないでしょうってうことでね、まあ、これね、こんな感じでね、ウニとかイクラとか、あと値段ちょっと見せますけれども、えー、ボイルガニですね、立派ですね。これね、元々の値段1580円ですね。 これがね、あのー、閉店間際に行ったんでね、なんと400円で買いました。370円の税込みで400円ですね。安っこの立派な、大きなカニさんですね。えー、1580円。岩手県産。岩手県産のボイルガニだってすごいね。で、これ。これがね、銀、銀酒、筋子。 2473円。これが、ね、半額とかあったけども、またさらに安くなって、700円。648円の税込みで700円ですね。安っ。こんな大きくてですよ。スーパーで2000円も使ったらね、ね、おごられちゃいますからね。そんな高いの買ったのってなるけどね。この値段だったらね。安いですね。バカ安いですね。そしてこれですよ。見てください。 国産焼きウニですね。うわ、うまそう。こ値引き前、普通の値段が3580円ですね。いや、それなりにしますからね、もちろん。ウニですから。こっち見てください、これ。なんとね、半額を経て、さらに安くなって。えー、925円の税込みで1000円ですよ、1000円。安っ安っ もうこういうとこで買うか、今度から。まあ、なかなか七時台に買い物行けないけど。カニ、400円。こんなでっかい筋子、700円。そしてウニ、1000円。これ買って、1000円と700円、400円、2100円ですよ。やば。安い、安い。普通だったら手が出ないですからね、2千な四400円だ。 3,500円だ。ね1,500円だってなかなか高いですからね。でもこんなにいっぱい買えて、2,100円ぐらいですからね。やばいっすね。いやー、サムネイル豪華ですね。というわけでね、皆さんもね、閉店間際のね、デパートとかそういうところのね、生鮮コーナーとか、そういうところを足運んでみてはいかがでしょうか。こんな素晴らしいの買いました。大満足です というわけで、カンさん今日は食べたいと思います。皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、コメント、高評価などお願いします。じゃあね、バイバーイ美味しそう